続けて4番手のマジシャンです。拍手をお迎えください。野崎かおるさんです。では提案図とかです。今日は皆さん何月何日かご存知ですか？3月15日。じゃあ今日は何の日でしょうか？ホワイトデー。惜しいです。実は3月15日は僕の誕生日、3月18日、3日前です。おめでとうございます。今日は、自分勝手にその誕生日、皆さんに祝ってもらおうと思いまして。よろしくお願いします。じゃあ、行きましょう。まず、やっぱり祝い事といったら、飲み物ですね。おお。飲み物でいいです。じゃあ、出口行きましょう。せっかくなんで今日はコインを使ったマジックをね、やってみたいと思います。使うのはこちらの銀貨ですね。1枚、2枚、1枚銀貨を手の中に入れて、この状態で置いてると、コインが消えるっていうマジックを僕は教わったんですけど、違います。もう一回いきましょう。2枚使います。もう一回いきますね。3枚目のコインは、でももちろん今日使ったコインは銀貨と銀貨ですね。1枚、2枚、3枚、3枚コインに入れています。さあ、そろそろ僕のマジックが終わりなんですけど、せっかくですから乾杯しましょう。使うのはこのワイングラスとこちらの3枚ありがとうございます。